お元気ですか？ヨゼフです。英検、12級と2級対策、単語、熟語の研究です。では、始まり。はい、今回は単語熟語の研究第2回です。はい、括弧1の単語、動詞でアドバイズですね。アドバイズ1つ不定詞の形で、誰それさんに何々するように、または何々することを助言する、勧めるです。で、例文がありまして、I advised her to change jobs, but she would not do it.私は彼女に仕事を変えるようアドバイスしたか、助言したが、勧めたが、彼女はそのつもりはないようだった。実は似たような表現はですね、中学レベルの英語にもあります。高校入試レベルだったら3つ覚えていれば十分で、tell 人 to 不定詞、誰それさんに何々するように言う。これは命令口調で言うということですね。ask 人 to 不定詞、誰それさんに何々するように頼む。何々してくれるように頼む。この ask は頼むという意味です。元の文だったら please がついてる。まあ、直接和法だったら please がついてるときに間接和法では ask 人 to 不定詞を使うという風な、書き換え公式があります。最後、want と to 不定詞で、誰それさんに何々してほしい。高校レベルではとてもたくさんあるのですが、2つだけちょっとそこに書いてみました。warn と to 不定詞で、誰それさんに何々するように警告する。allow と to 不定詞で、誰それさんが何々するのを許す、許可するという意味ですね。さて、括弧2の単語、ストーム、嵐ですね。暴風雨とかですが、複合語もありまして、rainstorm、snowstorm、thunderstorm。Many houses were damaged by the storm. 多くの家屋が嵐で被害を受けた。という実際の天候の話として嵐もという意味があるんですが、2番を見ますと比喩的な表現で、感情拍手などの嵐のようなということで。She was greeted with a storm of cheers. 彼女は歓呼の嵐で迎えられた。ところで、ストームの形容詞形は stormy と言います。これで嵐の暴風のです。Don't go out in the stormy weather. こんな嵐の天気の中を外に出かけてはいけません。中学生はですね、この Y で終わる天候を表す形容詞、例えば rainy とか cloudy とか sunny を勉強すると思うのですが、もう一つだけ覚えておいていただきたい単語がありまして、それが windy ですね。wind に対して windy、風の強いという意味です。on a windy day、強風の日にということになっております。さて、括弧3の単語は difference。これは形容詞の different の名詞形 difference なんですが、いろいろ使い方はあるようなのですが、とりあえず difference between A and B という形はいかがでしょう。What is the difference between A and B? A と B の違いは何ですか？いろいろな表現が可能で、Can you tell me the difference between A and B? A と B の違いについて教えていただけませんか？で、今、何ですかって言いましたけれども、A と B はどう違いますかというような日本語が思い浮かんだときに、どうしても how という疑問詞を使うことが多いかと思います。するとですね、difference はもう使いません。how are A and B different だったら OK なんですが。さて、もう一度 difference に戻って、there is little difference between the two または there is not much difference between the two で、その2つの間、違いがほとんどない。つまり、どちらも50歩、100歩というところですね。で、different という形容詞に関しては、be different from というふうな熟語で覚えるのがいいのですが、Our two sons are very different from each other. 私の2人の息子はお互いに全然似ていない。最近、テレビで見たニュースなのですが、現在63歳の男性が、どうも生まれた直後ですね、病院で他の乳児と、新生児と取り違えられてしまって、別のご家族のところに連れて行かれて、もう大人になってしまった。で、今裁判しておられるんですが、もちろん DNA 鑑定とか血液型でどう考えても親子関係がないようなご家庭に育ってしまったということで、裁判をしてもですね、本当の親子の確認ができないという、なんか理不尽な、処遇にですね、苦しんでおられる方がいらっしゃるのですが、英語の辞書の中の例文にこんな例文があるんだということで、ちょっと私は感心してしまいました。2人の息子はお互いに全然似ていない。1人がですね、取り違えられているという状況なんでしょうか。さて、続いて、括弧4番、basically。これは、原義って元の意味がちゃんと載っていまして、basic、基本的に li がついて副詞で、基本的にですね。These two models are basically the same。どうもですね、basically the same というのは一つのまとまった表現として、覚えておくとどうもいいことがあるようです。この2つのモデルは大体同じものです。同じ li つながりで5番、slightly。これもスライトに li ついて、わずかにとかいささか少しという意味なんですが、The boy is slightly taller than his brother. その少年は弟よりもわずかに背が高い。もう一つありまして、It is slightly warmer today than yesterday. than yesterday は私は勝手につけたんですけど、今日は昨日よりも少しだけ暖かい。どうもこの slightly という副詞はですね、その後に比較級が来て、何々よりもわずかに何々、何々よりも少しだけ何々という風な表現がですね、辞書に載っているぐらいで、英検もそれが好きということです。これ学校で教えるときはですね、比較級を詰める表現はマッチ比較級ぐらいしか教えないんですね。ですからこの際、スライトリー比較級も覚えていただくというのはいかがでしょうか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を、よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。